安倍の政権放り投げでクビになった経産省の佐々木啓介でいいす。GoTo イート賞を選出します。コロナに感染せず経済的にもいい食べ方のベスト賞いいす。一番目はダブルマスク安倍です。二番目はマスク瞬間食法おみです。3番目はマスクつけたままハンバーガーキッズ漫画です。4番目はマスクつけたこと忘れたラーメンです。5番目はマスク2枚流です。よく見てくださいね。では、右手で寿司を取ってくださいね。左手は素早くマスクの紐をつかみます。口の中に寿司が収まるように投入してくださいね。左手マスクの紐をつかんだままです。いいですか？ここが難しいですよ。口は歯を使って寿司を噛み砕き初めてくださいね。間髪入れずマスクの紐を左の耳にかけてください。できるだけこの間の時間を短くするのがおみ流でいいす。かっこいいです。ほらね、知らんの帽子がおけさせつまややるせないよ。マスクをしたままで食べれるから感染しないわけ。感染しないから肺炎にもかからないよ。最高だと思わない？